この馬小屋の例のように、旧皮はしばしば動物の糞と畜舎の色料の混合物である。有機資材は農業において肥料として用いられる有機物である。有機資材は有機物と土壌中でバクテリアに吸収される窒素のような養分を投入することにより土壌の肥沃性の向上に寄与する。さらに工事の生物が菌やバクテリアを餌とし、 土壌食物連鎖を構成する。土壌管理における有機資材は緑皮と動物性有機資材に対別される。対比は有機物の分解性生物であるという点で有機資材と区別される。ほとんどの動物性有機資材は草食動物及び課金類の排泄物もしくは動物の床に敷かれていて、それゆえ糞尿まみれになっている植物体である。 緑皮は後にすき込むという明確な目的のために栽培された作物である。そうすることにより土壌に戻される養分と有機物を通じて自力が増加する。クローバーのような豆科の作物は根茎における特殊なコブである根粒の中の根粒菌を通じて窒素を固定する。他の類型としては土殺された半数動物の半数胃の内容物やビールを作る。 際に残されたホップの残砂などが含まれる。ブルターニュで粉の成形体が燃料として準備されているところ。1900年。有機資材は植物の成長を促す窒素などの養分を豊富に含むため、何世紀にもわたり農業で肥料として用いられてきた。豚の屠殺で生じる液体肥料は悪臭を抑えるため、通常土壌に直接注入される。 豚や牛からの給肥は有機資材散布機を用いて野外に散布される。家畜が食べる牧草は比較的タンパク質含量が低いため、草食動物の糞は肉食動物のそれより悪臭の程度は軽く、例えばゾウの糞は無臭に近い。しかしながら野外に投入される有機資材は多量であるため、悪臭がいくつかの農業地帯では問題となり得る。 カキ類の糞は新鮮な状態では植物にとって有害であるが、一定期間の堆肥化の後、有益な肥料となる。乾燥させた動物の糞は、歴史上ずっと燃料として用いられてきた。乾燥牛糞はかつて、また現在も、インドのような国で重要な燃料源であり、牛糞ケーキなどの形で使用される。一方、ラクダの糞は、砂漠のような木のない地域で用いられている。 その昔、オレゴンの開拓路では、開拓民が乏しい焚き木の代わりに、大量のバッファローチップを集めた。それは料理の燃料としたり、砂漠の凍える夜と戦ったり、様々な用途に使われてきた。その他の用途としては、紙の原料としての利用で、アフリカやアジアでは、ゾウや、ウマや、ラマやカンガルーの糞からの紙の生産が、地場産業となっているところもある。 これらの動物は、半数動物ではなく、それゆえ繊維が、糞に未分解のまま排出されやすい。有機資材は分解される際に熱を発生する。多量に積み上げられて貯蔵されたものが、自然発火することさえある。一旦そのような大量に保管された、有機資材が燃え出すと、非常に、広範囲にわたって燃え広がり、かなりの消火活動を要する。したがって、 大きな飼育場では新鮮な有機資材の山が過剰に大きくならないように注意が必要である。小規模の保管では自然発火の心配はほとんどない。ありがとうございます。